なにこれ。さあ今回は、みんなから地味にリクエストの多かった、ゴートシュミレーターってゲームやっていきましょう。これバカゲーの中では割と有名なやつだよな。なんでも、ヤギになってこの街で暴れまくるゲームみたいだね。最初からシュールな雰囲気醸し出してるよな。でも私こういう雰囲気好きですよ。ジョジョ4部の街並みに少し似てるし、アニメのジョジョ今めっちゃ面白いもんな。そうなんですよ。ではではゴートシュミレーター、早速実況プレイ。このゲームの主人公ヤギさんができる行動は、ジャンプ、頭突き、舌で舐めることみたいですね。舐めるって何なんだよ。おっと、目の前に楽しそうな遊具がありますね。うわー。これが、舌で舐めるの攻撃です。もはや舌にくっついて持ち上げてんじゃねえか。あわわ、これはいいよ。この子供が遊ぶ遊具が、ヤギさんの頭部にしっかりフィット、カブトを手に入れました。これカブトって言わねえだろ。おっと、目の前に人間がいますね。そりゃあ街だから人ぐらいいて当然だろ。狙いを定めていの。うわー。めっちゃ飛んだんだけど。それね、こっちがドン引きするぐらい吹っ飛んだよね。さあ、トラックも。普通に引かれましたとさ。さっきの人間を捕まえたので、街に繰り出していきましょう。このヤギさんどんだけ下伸びるんだよ。やっぱり、男は捕まえるもんなんですよね。捕まえるというよりこれは誘拐だと思うけどな。さて、どこへ行きましょうか。とりあえず、近場に水辺があるのでそこにしましょうかね。水辺って、まさかな。このお兄さん青いジャージを着てますし、きっと水属性な気がするんですよ。やっぱり突き落とすことしか考えてなかったのかよ。いやー。がっつりヤギさん溺れてんじゃねえか。あれれー、目の前に、お姉さんがいるぞ。お姉さんの前方に塊が転がってるぜ。一瞬で吹き飛ばしたな。そういえば、ここはテーマパークみたいな感じでしたね。ジャンプしてこの中に入れないかな？行くよ、ペロペロタイムだ。BGM でテンション上げてるけど、やってること犯罪だからな。いやいや、ヤギに法律は通用しませんよ。さあ、いい感じにペロペロしてますね。まあこれが本来のヤギっぽい行動なんだけどな。無事、お姉さんを汚い男から救出できたので、一緒に遊びに行きましょう。変なヤギに誘拐されるとか残念すぎるけどな。私、あのくるくる回る遊具に乗りたいです。人間が誰も乗ってないけどな。やった、これお姉さんと二人っきりだ。何このポジティブシンキング。早速入り口のところから乗っていきましょう。これ、タイミングを合わせてジャンプすればいけそうだね。お姉さんが消えましたとさ。最近コナンの映画を見たので、観覧車に乗りたくてしょうがないんですよ。コナンって相当前な気がしたけどな。でも、あの映画めっちゃ面白いですよ。ようやく、黒の組織が出てきたんですからね。コナンってメインストーリー全然進まないもんな。さあ、大観覧車に私も乗っちゃいますよ。これどうやって乗るんだ？ジャンプすれば乗れるんじゃない？まだまだ、私は諦めないからね。どんだけ観覧車乗りたいんだよ。さあ、次トライだよ。乗れたー。やった、これで私も何でも鑑定団の仲間入りですね。いろいろごっちゃになってるぜ。いやー、それにしても、観覧車って高いですね。当たり前すぎんだろ。そして、観覧車に乗ったら誰しもやりたいこと。そう、飛び降りです。やっぱり、いつ空から狙われるかわからないですからね。誰もお前なんか狙わねえよ。さあ、行くよ。レッツクライム。地面にめり込みましたとさ。次回予告、次にプレイするのは、もちろんハッピーホイールズ。当然、また血がドバーってなって、人間がぐしゃーってなることは間違いなしだね。さあ、どんな鬼畜な冒険が待ち構えてるのかな。次回、安定のハッピーホイールズ。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録をすると、光菜の新着動画が見やすくなりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。スマートフォンやタブレット端末でご覧の方は、動画の下にある登録ボタンから、パソコンでご覧の方は、この登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますので、ぜひともよろしくお願いします。では、光菜の他の動画で会いましょう。しただけ。